はい、こんにちは、総合監督と申します。ウィニングレブン2021マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、週刊 MP ガチャのリークがね、もう出てるんですけれども、なんかね、正直僕木曜日引かないし、明けのね、クラブセレクションの方も若干微妙だなと感じたので、今残ってるね、まあ、このね、POTW のチャンピオンズリーグの方、引いてみようかなと思います。もう残り1個あるんですけれども、これね、引かずにね、取っておいたんですが、まあ来週のガチャね、ほぼ引かないところを考えたら、もうこれね、ちょっとね、虫やらね、狙ってみてもいいんじゃねえかなと思いまして、はい。まあね、あとはね、最強じゃないか。まあ、僕のやつよりもちょっと上位互換的なムバッペも欲しいですし、あんまりなんか今のムバッペ活躍しないんでね。ジュフレなんかも欲しいなということで、まあ11分の1の確率ですから、虫やら取ってみたいと思います。それでは行きましょう。これね、ぶっちゃけちょっと難しいかなと思うんですけれども、まあまあまあ、でもね、来週引かんこと考えたら、ね、引いとくべきでしょ、これね。ということで、行っちゃいました。リーグ、アン、飛んで、これ、ムバッペじゃねえ。ムバッペじゃねえな、これ。一瞬ちょっとね、そうか、パリ・サンジェルマン2人おんねんな。マルコ・ベロッティ、来ました。165センチのプレイメーカーです。これもね、早速使えねえのか。C なんか、今週。いけてねえな、そこ。でも強いけどね。強いけど、どうだ。一回使ってみるのもありっすね、これね。ありオッケー、ということで、一回使ってやってみましょう。それではいきます。はい、それでは対戦相手の方決まりました。やっていきたいと思います。なんかね、すんごい強い人来ちゃいました。レート1002ですね。60.2% の勝率。これはチャンピオン対ですよね。もちろんね。ちょっと僕誰かわかんないんですけれども、多分有名な方じゃないかなと思います。はい、うちのチームのね、レート見ていきましょう。レート831です。勝率 44.7%。まあ、レートおよそ200の差がありますが、200ぐらいやけれども、この200の差っていうのはかなり大きい差ですよ。行きましょう。いやもうね、いや、ムーバッペ行こうか。ホープがね、ちょっと絶好調なんが嬉しいんですけれども、最後まででも食らいつきたいな、これな。前半だけでなんかちょっと試合を消してしまうという、そういう状況だけはマジで避けたい。さあ、今日はベラッティ使っていこうかなということでね。もうこっちのベラッティ使うことはメインじゃなくなっちゃったもんな。タケちゃんタケちゃん大丈夫あかんタケちゃん絶不調や、まあ、これぐらいはいいか。まあな。プレハバ制限をムバッペにつけて。てか、プレハバ制限いらんかな、これ。なんか、邪魔ですね、多分ね。これね、ムバッペもうちょっと動き回って、その、ね、スペースをね、なんかみんなでついていこうみたいな方がいいかもしれない。オッケー。左に流れたりしてね。なんかそういう展開見てみたいよな。オッケー。おー、いいやんこれ、ベラッティ。あ、でも、ちょっと若干、なんだろう、フリーキックは蹴れないのね、君。なんかよくわかんないな。ショートのフリーキックも蹴れないんやけど、ロングのフリーキックと、なんだ、コーナーキックは蹴れるみたいな。合わす系のキックが得意みたいな感じなのかな。うん、言っててよくわかんないですけれども、ちょっと攻撃参加してみましょうか、ラモスね。はい、これでいきましょう。オッケー。セルヒオ・ラモスのね、しっかりした、はい、守備をね、見せてもらいましょうよ、これね。何言ってんかわかんないですけど。オッケー、頑張っていくか。バッペも2列目で使うあたりがちょっといやらしい感じしますよね。まあ、行こうか。レッツゴー。さあ、それでやっていきましょう。僕からのゲームチャンネル VS8 の舞台はメトロポラレナホームですね。まあ、ホームということはいいですよ。とにかくね、ホームなんでね。まあ、ワンチャン先制して、先制できればちょっとね、わかんないな、みたいなとこもありますけれども。危ないね。はい。ちょっと逃げとこう。いや、絶対強いもんな。もう、やる前から萎縮してますからね、うちのチームメイトたちはね。おい、ダメか?さあ、バラン。ちょっと、全然繋がらないじゃん。はい、やばいよ。やばいね。止めてる?ダメだ。ラモスが行ってる。ラモスが行ってるんやけど、オッケー、取った。おっしゃ!ナイス!さあ、行こう。こうね。はい。ムバッペやってよ。サイドへ。で、メッシ。ムバッペ行こう!行こう!はい、カンテにやってしまった。カンテ行こう。はい。ポン!はい、ムバッペ!惜しい!あー!ダメか。オッケー。さあ、戻れ!全員戻るんだ!やばいぞ。さあ、ベロッティ取れない。取った!オッケー、ナイス!おなにこいつ、ビエラめちゃめちゃ速いやつやん。相手のビエラ。オッケー。あ?なんなんこれ、迷子になれへん。やばすぎる。オッケー、しっかり。はい、ベロッティ、ナイス!オッケー、ナイス、ムバッペちゃう。ムバッペ打ってみるか!オッケー。よし。まあね、
勢い大事よ。ね、さあベラッティのコーナーキック見せてやりましょう。セルフィオラモスはどこですか。こいつでした。ナイスこいつでした。ここにいましたラモスね。頼むよラモス。来た、こっちでした。あ、ちょっと待って、おいおい出ない出ない、これマッペ行こう。取れる取れる、取れないな、さすがに無理か。ちょっとちょっとクライフクライフ、しっかり僕の言うこと聞いて、お願いだよ。行こう、さあ行こう、さあ行けるよ、行けるよ、大丈夫。さあ止めないか、オッケーナイス。さあもう勢いでいく、行け行く、はいはい、カウンテナイスナイス、これいい感じよ。メッシが呼んでいる、何してんねん。カウンテちゃん戻れ、カウンテちゃん戻れ。やばいねこれね、なんかよくわからんけどやばいぞ。おいナイス。さあクライフちょっと前にスペースあるからお前自分で運べ、変なトラップやめろ。おい何があったん、最悪です、なんかよくわからないけれども、キーパー OK、 ああ OK OK、 ベロッティナイス、よしよし行こう行こう、ちょ早い早い、めっちゃ早い、このビエラ、なんなんこいつ、めちゃめちゃ早いな、これ僕の持ってるビエラ、僕の知ってるビエラじゃないよ。わかん、取れた取られた取られた、取れる、あかんねえ、あーまずい、やばいな、取れる、あーよかった、入ってるけどね、助かりました。まあ、とりあえず前半はマジでゼロで抑えたい、そういう集中力見せていこうぜなあ、まだ22分だ、オッケーオッケー大丈夫、マッペよいしょ、ダメかクライフ、君の足を期待してる、期待してるけどもやっぱりちょっとこれは無理だな、どう考えても、はいラモス、あやばくない、はいやばいですやばいです、カンテちゃん戻ってください、急いで戻ってください、カンテちゃん、オッケーナイス、根性見せた見せたけど何があった、ナイス、前も乗ってる、ありがたい、よし、はい、はい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 、ベラッティいいですよ、ここにムバッペとのねチームメイトですからね、A コンビ見せてくれるよ、オッケー、さあメッシ、ダメか、ちょっと俺のちょっと取ってる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 、よっしゃ、いやいやダメですか、ダメですね、はい、はい戻れ戻れ、オッケー、さあメッシ、メッシがちょっと無理だ、痛い痛い痛い、ちょっと痛いけど何もないわな今のは、さすがにオッケー取ってないか、大丈夫よ、さあここ行くな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 よ、行ってる行ってる、取れる、オッケー、さあどういう感じで行く、そういう感じか、オッケー取ってる、取ってないな、取れてないな、オッケーオッケー、サイド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 、逃げろ逃げろ、オッケーオッケー、よしよし、ビエラ、オッケーナイス、ちょ相手のビエラめっちゃ速いからな足、あいつめちゃくちゃ足速い、なんかおかしいやろ、ドーピングやっとる絶対、来た来た来た、ムバッペ、あーもう無理ですねそれは、さすがに、あー取れちゃったのにな、ペラッティ取ろう、はいはい、読み通り読み通りだが、読み通りだが、こいつは足遅いわ、なんかうちの選手は全体的に足遅いな、あうちのビエラ足すぐ絡まるわ、ちょっと年か年齢層高いのかうちのビエラだけ、あー強いね、はいはい危ない危ない、助かったね失点覚悟してよ今のは、さあベッケンで何とかする、ここはキーパー危ない、そっちに弾くんじゃなくて向こうに弾いてくれ、向こうだ、相手陣内へ蹴り込め、とにかくあーべっ、もう怖いことしかないじゃねえか、どうなってんだこれ、マイボデにならない、はいはいはい、ボールを持たれるというのは危ないよ、失点してもおかしくないということだからね、わあ、さあ取れるか、取れないな、取れる取れる取れる、ちょっと取ったらチャンスになる、それ取ったらチャンスになる、ボアドルか、オッケー、おネドベドだ、やばいぞ、取れないやつだ、やめてー、よっしゃーよし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 、オフサイドや、まだ分からない、なんだいきなりポーズメニュー入ったぞ、でもよく審判見てましたね、オッケー、さあここ真ん中、そうね、まずやっぱりこうか、とりあえず相手陣内蹴り込むというね、単純明快な単純明快なね、やはりこのなんていうの戦術、おいなんだやばいな、どう考えてもやばいやつだろう、よっしゃ行こう、痛い痛い、ちょっと蹴らしてくれ、オッケーオッケーオッケー、マジ大丈夫、はい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 、ナイスナイス、何してんの何してんの、そこに返して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 、ないて危ないて危ない、何してんの、間違えてる間違えてる、危ない、パニックになっちゃったな、なんとかなったわ、いやーそれ取られるのまずい、まずいよ、まずい取られ方した、はい大丈夫や、俺戻ってるから、
うちの足が絡まる。なあ、ダメだ。やっぱそうだ。お、助かった。危ねえ、危ねえ、危ねえ。クリア、クリア。よっしゃ、よっしゃ。ナイス。よーし、前半0-0。いや、ありがたい、これはね。いやー、ピンチの連続だった。まあ、後半頑張ろう。さあ、それでは後半戦やっていきたいと思います。ビエラじゃない、ビエラだってね。あ、ビエラよね。あ、キーパー、ナイス。ベラッティの良さとかもな一切わからんもんな。ただ相手が強いとしか、もうわからない。あー、危ない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 、危なかった。事故りかけたね、今ね。僕の、もうちょっとね、怖すぎてね、前に蹴るのが。取れるんじゃねえかっていう。あー、こんなん嫌だ。やられちゃいました。もう、やっぱね、うまいところに蹴ってくるわ。あ、やばい、取られた。マイボンになって、なんか攻撃できなくなったもんな。いいシュートでしたね。オッケー、取ってる。取ってないね、それね。取れる。よっしゃ、いこう。はい、ナイス。さあ、ベラッティ、ベラッティから。オッケー。そっちか。さあ、ビエラ。あーっと、クラブ取りたい。いや、ダメだ。取れない。さあ、いやー、取れないな。やばいぞ。取れへん、オッケー。ああ、まずいことしかない。まずいことしかない。ちょっと待て、やばいぞ。それやばいやつや。助かる。おっしゃ、おい、一回戻すわ。はい、ラモスから。よっしゃ、行こう。よし、いいよ。さあ、メッシからな。こうね。はい、一回戻せ。さあ、来い。はい。いけるか。ああ、無理か。ちょっと選手を変えましょうよ。まあ前線全員絶好調やねんけどな。あと、よし、ラモス。ダメだ。オッケー。まだあかん。はい。体当てさせよ。そうですね。あの、よくないな。取れそう。やばない？危ない。危ない。絶対やばかったと思ったよ。ああ、もうやっぱそれちょっとあかんな。ここもしっかりディフェンスしました。やべ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 、なんとかなるか。キーパー行く。ダー、うまい。あんなところでダブルタッチ使うの。なるほどね。ちょっと勉強になった。おお、とりあえずメッシ一列下げるか。もうルンメンゲ使うぐらいしかないもんな。スタミナねえな、ベラッティ。ベラッティがどうとかそういう状況じゃないからな、今な。とりあえずよ、プレ幅制限をホープに使っとくか。で、ディフェンシブとりあえずこっちに変えよう。で、さらに、もうムバッペ、シュート1本ぐらい打ったか、打ったような気もする。あ、間違えた。こんなところルンメンゲできませんよ。ゴレツカ入れて、でルンメニを前線に入れよう。こうだ。はい。行きましょう。これで勝ちに行く。まあ、まだとりあえずね、勝ちに行くというか。いける？お？まさか？お？ああ！ああ！おい！ホープ！あ、ケンティも！なんだ今、危なかった。惜しかった。危ない。戻る。じゃあ、まだ2点差やん、これ。もう2点差になってたね。忘れてた。なんか失点したこと忘れてた。危ない。そうやな。2失点目を食らわされたの忘れとった、今。こぼれ球には注意した方がいいですよね。ショート。さあ、取ったね。はい。行こう、ホープ君来ました。ホープ君です。これ、マシュー、ホープ君な。判断悪いな。取った。OK。無理？迷子？違うね。なんか時々ああやって混雑した時にね、迷子になる時あるからね。そういうのをちょっと期待したんだけど。ダメだわね。OK。さあ来い。ユベントスとしてはいけるかな。一回ゴレツカになってる。はい。ゴレツカから中へ。はい、ビエラ。はい、ビエラ。竹ちゃん使いたかったな、今日な。なんやねん。オフサイドちゃうやん。おぉ。来い。さあ、来た。ビエラじゃない。え？あっかん、うますぎるわ。相手のうまさだけが際立つな、今日。あかん。ホープ。なんであれ入れへんかったんやな。緊張しちゃったか、ホープくんもな。
さあ来たか、仕掛けるか、いける、いやもうミスった、足元に入っちゃったわ。え、マジで、やばいね、やばいね。よしよしよし、ちょっと時間使えたか、これ戻る時間があった。今一発で飛び出していかなかった。 OK ナイス取った。さあホープ一回中、うわー中に入れない、しかしカンテもいる、カンテもいる、大丈夫だ、はいはいはい、あーカンカー届かない、まだわからん、あやばいやばい、あいつちょっとナイフになってんの、危ない、何何何、審判止めんなよ、ちょっと忖度とか覚えた方がいいよ、あかん強い、この審判忖度ぐらいしてくれよマジで、それぐらいしてくれな、無理やって、おいおいおい、82分な、1点ぐらい返したいマジで。さあホープ待たせた、ホープ、さあお前の時間がそろそろ来る、なんだ一体お前の世は一体その、どんなの、おいおいおい、やばい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 、うまいうまいが、しかし何なんそれ、ちょっと、お、来た、うわー、はぁー、ファール、ファール、こっちが倒れているのにファール、オッケー、来たな、来たね、これルンメ、えぇー、いやー、さすがに無理か、ちょっともう一回やらせてくれんかな、試合もう一回一から始めさせてくれへんかな、来た、おいおい、人のこと全く考えてないパスだな。オッケー取った。取ってない。オッケー。行こう。1点ぐらい取りに行く。さあ、なんだそのパス。ちょっと、人のこと考えないパス。あかん。やばい。さあ、ポップ。もう一個、ワンプレイ、ワンプレイ。はい、ダメ。ダメだっちゅうの。何してんねん、お前。お前、何してんねん。あかん、負けた。チャンスらしいチャンスもあまりなかった。いくつかはあったかもしれないが、いくつかはあったかもしれないが、そうだな、ホープのフリーになったシーンが悔やまれる。はい、ということでね、いやーまあまあしゃあないね、これも完敗ですわ、さすがにね、うまいわね、うちの選手たちも軒並み5点台ですよ。はい、ということで冷凍7も落ちましたね。いやー勝てるわけねえじゃねえかみたいな感じやのにな、7もね取られるのね、下船はマジで。はい、ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。